人生の中でたくさん一目惚れしていただきたいので、私のこの写真集を手に取って1ページずつに一目惚れしてください。洋服で写真を撮らなきゃいけないので、時間が結構タイトだったりするんですけど、なんだろう、すっごい体感まったり楽しく撮影できたなってすごく感じていて、やっぱりそれがタイだったからっていうのもあるのかなって思うんですけど、初めての写真集の撮影がこんなに楽しくてすごく幸せでした。そうですね、やっぱり緊張はすごくするんですけど、なんだろう、結構自由にやらせていただけたなと言いますか、私のなんだろう、やりたいようにと言いますか、たくさん希望を聞いていただいたりだとか、すごい食べたいものもたくさんあったんですけど、どれもクリアすることができて本当に嬉しかったです。なんかこう決めた感じというよりかは、その時のなんだろう、今楽しいっていう感じをそのままポーズにしたりだとか、なんだろう、今回初めてなんだろう、水着とかにも挑戦させていただいたので、なんだろう、こういうポーズ見たことあるなみたいな感じで撮ったりだとか、あとはもう本当に結構写真集って自然体なポーズといいますか、表情がすごいいいのかなって個人的に思っていたので、そんな堅苦しく決めずにポージング撮っていました。すごい、なんて言いますか、喜んでくれましたね。ですし、やっぱり今までにこうメンバーにも見せたことのない表情とかがたくさんあったので、すごいびっくりされました。実際に自分で買ってくれてるメンバーもたくさんいましたし、フライデー日にゲットしてくれたメンバーもいて、本当に愛されてるなと改めて実感しました。本田美雪ちゃんがひーちゃん顔がいいって言って褒めてくれました。シンプルにすごく嬉しかったですね。指原さんに写真集といいますか、写真のカットを見ていただいた時に、本当に可愛かったって褒めていただきましたし、すごい発売前から楽しみだねって言っていただいたりだとか、ごめんなさい言っていただいたりだとか、実際に発売後にご連絡した時もすごいみんなに喜んでもらえてよかったねって言っていただけて、まだ実際にお渡しできていないので、直接お渡しするのが楽しみです。そうですね、私自身なんだろう、こう一目惚れすることが多いと言いますか、物とかお洋服だとか、可愛いものにそう一目惚れした時は必ず手に入れるタイプなんですけど、やっぱり一目惚れってなんか心がキュンってなるよう なんか何かがあると思っていて、そういった気持ちをこう写真集を通してたくさんの方に感じていただけたらなって私も思ったので、すごく嬉しかったです。はい、今回初めての水着に挑戦させていただいたんですけど、すごい爽やかなイメージにしたいなっていう希望があったので、白い水着を着させていただいたんですけど、見開きでこう寝転がってニコってしてるカットが中にあるんですけど、それは個人的にすごいお気に入りだったので、これお気に入りなんですって言ってたら、実際にカットに締めに入れていただけてすごく嬉しかったです。あとちょっと個人的にすごいタイの道にいたにゃんこの猫ちゃんのなんていうんですか、お着物と一緒に同じ表情をして撮ったカットがあるんですけど、我ながらすごい似てる顔してるなと思ったので、そちらも見ていただきたいです。初めてエステに行きまして、それがものすごく痛くてですね、でも本当に写真集までの期間すごいできる限り体を絞りたかったので、1週間に 2,3 回くらいのペースで通ったんですけど、毎回大事な撮影があるんですって叫びながら頑張りました。父にはちょっと自分からこう渡してなくって、見たかったらどうぞっていう気持ちなんですけど、母にちょうど昨日か一昨日見ちゃった時に、なんだろう、すごい感動した顔で、
はあ、かわいいねって言ってくれましたね。やっぱり、タイで撮影できたっていうのも私も嬉しかったですし、きっと母もすごい喜んでくれてるなって思っていたので、実際にこの本を直接渡して見せた時に、なんか私もちょっと心にくるものがありました。そうですね、何個でもいいんですか。じゃあまず一つ目はやっぱり私の夢でもある最強アイドルになることです。これは何事にも最強と言えるアイドルになりたいなっていう思いが込められています。もう一つはそうですね、ファンの方が一途に私を愛してくれますようにです。そのままの意味です。よろしくお願いします。あとはこの写真集一目惚れがもう全世界の方の手に届きますように